今からね、3つの橋を通りながらね、短い時間でお願いします。今ね、通ります、この榎橋っていうんですけどね、水が低いんですね、これ出ます？今朝ね、通りませんでした。はい、雨が昨日降ったでしょ。ここ人工の水路だったんですからね、雨が降って水かさが増して通りません。10時にやっと通りました。本当ね、6時に通りますね。そしてね、皆さんね、今ここね、深いんですよ、この水路。2.5 メートルぐらいです。はい、そしてね、両サイドが浅くなってますね。竹、見えますか？この前に見えるね、竹橋っていうんですね、アーチ型のね、ここね、すれ違えないんですよね、船が。ですからね、1台ずつ気をつけていかないとね、韓国の船のようになっちゃうんですね。気をつけていきたいと思いますね。ちょっとね、お待ちください。無線ではね、何の連絡もありませんでしたので、ね、はい、そしてね、この竹橋ね、通り過ぎますと右側に地形になる、その関係でこれ竹橋を通るんですね。はい、竹橋とこれは竹じゃないですね。はい、この竹橋は、あ、ごめんなさい、竹林までね、非常に珍しい竹橋で、皆さんの方ありがとうございました。